2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。じゃあワールドカップの話をしよう。僕だってほら2大会見に行ってるし。あ、でも上野さんオリンピック行ってるでしょ。これって、はい、なんか毎週アップポッドキャストで毎週アップして週1ですね。で2年目に入りまして、この回で50回目ぐらいなんですね。すごい。結構その、これって来週の9日でしたっけ、開幕。日本戦9日です。11時ですよ。なんで多分今週1本目入れあげて、はい、来週2本目なんで、ちょうどグループリーワールドカップのグループリーグの3戦目ぐらいの時に、今からこれ3本目がちょうど出る。その辺は。じゃあ、海外の女子サッカーのワールドカップの話みたいな。ね、海外で観戦したね。うん。僕が、その、北京オリンピックの3位決定戦の時に、はいはいはい、うん、北京に行った時にチケット持ってなかった。詳しく話すと、女房が北京オリンピックツアーを当てたんですよ、検証で。すげえ、覚えでしょ。すごい。それで、それで行ったら、その結局行った当日は3位になって、うんうん、いうかどうか分かんなかったから、うん、当然行ってて、3日目のフリーの日だったんです。でもし決勝戦に行ってたらどっか他の上海とかに行ってたはずなんですよ。ほ、うんうん、いでなんか負けたらしいっていう話で、それで行けるんだ。でパッて見たら「え、北京じゃん？」みたいな、あ、じゃあ行けんじゃん最終日と、チケットないからどうするって言ったら「行けなんとかなるよ」っつって行って、行ったらドア A のところで俺と女房がポツンって「あれ？」って、いうところで座らせられて、いいですね。で日本本当はそれ中国対アメリカみたいなカードだったんです。あ、はいはいはい、それ期待してたんだ。日本が勝っちゃったから、はいはいはい、日本対アメリカになっちゃって、すごいアウェーになっちゃって。それ何の？北京オリンピックの時の3位決定戦です。なるほど。ドイツに負けた後ですね。そうそうそう。ドイツに負けたから日本が来たんでしたっけ？三決ドイツに、そうだね、負けたからね。日本がドイツに負けたから、ベスト4で負けちゃったんですよ。はい、からあれ、ね、で中国が結局、中国がそこにあるカードだったから北京だったけど、中国もどっかで負けちゃったから、日本に負けたんです。日本に負けたんです。そうだ、そう、やっぱり日本に負けたから。そうそうそう、超アウェーですよ。超アウェーで、でなんかもう雰囲気悪っていう相当対中国戦たんですか。中国戦じゃなくて三決、三決からね、アメリカ対日本で、はい。上野さんはロンドンの時は何ですか。ロンドン行きますよね。ロンドン、はい。何、どのカード見たんですか。僕ブラジル戦行って、日本ブラジル、フランス行って、男子と並行して見たんで。ああ、そうかそうか。で三決も見て、男子の日韓戦も見て、この移動が超大変でしたけど、車で行ったんですよ、レンタで。いや、その海外で見たなでしこジャパンの話をしよう。ああ、なるほど。僕もほら2つワールドカップ、上野さんオリンピック見てるし、相当もオリンピック見てるから。これ毎週何曜日に上がるんですか。いや、決まってない。ライト早朝次第なんかそうですね。なんかトーナメントが終わったぐらいなのか。え、決勝行ったんでしょ、はい、ロンドンの。ロンドン決勝だから決勝すごい日本人多かった。その話とか面白そうだし。あー、そうですね。ロンドンね。え、一さんロンドンって。僕ロンドン行ってないから。ワールドカップさ、なんかで、ちょっと締めっていうか、こう僕がもうそのナディスコの国際大会の話でちょっとぶっ込みたいのは、はい、U19のワールドカップが日本でやってた時があったじゃないですか、はいはいはい、田中陽子、その時ヤングアナリストの時に、日本がスイスに勝った時に、はいはい、そのサポーターが、負けたスイスのサポーターに拍手して、それでユニフォームを交換したんですよ、スタジアムメインスタンドで。それを見てた FIFA のお偉いさんが、
こんな素晴らしいホスピタリティはねえっつってすごい感動されて、はいはい、で、まあ、教会委員長の上田さんが、はい、あのすごく鼻高々だったと、それで、まあ、次のワールドカップの女子の大会は日本でやれるようにあのちょっと尽力するのでっていう話をトップチームの大会そうそうそう、で女子って日本男子に比べて殺伐としない感じがあるじゃないですか、だからそういったのが、まあ、あのワールドカップ の, そのまず先にやるようなこう実績になったら日本の男子もワールドカップが来るかもしれないねっていうような話をちょっとしたいなって思うんだけど、はい、いいですね、あれ U20 だね、U20 は、うん、ヤングナデシコ、ヤングナデシコ、この前僕はあの田中陽子が所属してるチームが 0-6 で負けるって試合見たんですよ、それね、もう長野に、それでも女子だから殺伐としないみんな応援をしてたのが面白かったですよ、そういうちょっと厳しいですよ ね、ハリマアルビオンも負けちゃったし、ちょっと野島厳しかったですよ、野島ステラ、うん、野島ステラなんて野島電機ですよね、そうですよ、で横浜を地元にしてる電家電量販店じゃないですか、相模原とか、ね、相模原、ああいうところがこう女子サッカーにお金出してるっていうところってすごく、まあ、行きじゃないとできないと思うんですよ、もうそれこそ投資対効果ねえに等しいと思うんですけど、それこそ地元を貢献するっていうようなところ、そうですね、そういうのやっぱりやってらっしゃるから、ああいうのがこういわゆる JFL もこう見習ってもらえるといいのかなっていうふうにはちょっと思うんですけど、野島もずっと今本当に交互に相模原行って、その翌週が野島、同じスタジアム使うん で野島の社長さんとかも来てるんですけど、やっぱり普通にワールドカップに感動して女子チーム作りたいっていうのがきっかけ、そうなんだ、そうなんです、ね、で企業チーム自体のあり方ちょっと前の時代の形とあるんですけど、まあ、頑張ってほしいなってのはちょっとあって、少ないながらも企業チームもいいところもいっぱいあるんですけどね、いや僕も東京電力がやった時すごいいいと思いましたよ、見に行って本当に企業チーム、特にあの女子のスポーツって、うん、企業チームがいいですね、うん、それはどの辺なんですか、例えばあの女子ってやっぱり選手生命があの球技とか特に短い部分もあるから、そういった意味で雇用もしっかり横についてるっていうところは、うん、あの特に女性のメンテで、僕はあの世を忍ぶキャリアカウンセラーなんですけど、実はあのそういった意味においては女性の方が安定志向なんですよ、うん、だからこう男ってプロスポーツでこうなんか名を上げてっていうのがあるけど、女性は生涯の中でスポーツをどうか捉えてるかっていうふうに考えてるから、特に球技みたいにあのチームでやってるやつって一人で独立して何かっていうのは難しいんですよね、体操やってたりとか水泳とかだったら、はい、あの別なんですけど、一人で水泳のコーチ始めりゃいい話だけど、なかなかやっぱり球技でやってる人たちの先って短いから、そういった意味では女子の方がやっぱ実業団的なやり方っていうのはちょっと日本式で向いてるかなという感じはします、だからむしろあの球技とかそういった団体スポーツで女子の方が活躍してる現状があるのはやっぱりないですからね、ヨーロッパにはない文化だから実業団というのが、そうです、僕はそういった意味では女子のスポーツは実業団式でやってもすごく憧れられるというか、いい式ではないかなと思いますけどね、東京電力は悪くやれるケースもあるかもしれないですけど、スポーツ、女子サッカー、サッカーしかやらないかった女の子が東京電力のチームに就職で入るといきなり親孝行になっちゃうわけですよね、それはね、宮崎のクソ貧しい田舎でホンダロックに入ったらもう親孝行ですよ、いやそうですよ ね、そういうことですよね、本当に、うん、だって同じクラブで J3 で仮にですけど YS に行きましたって言ったら親孝行ですかって言ったら親不幸ですもんね、うん、ね、いや本当そう思います、なんとなくすごくいいと思う、あの聞いてあの全然あのなんとなしにさっき回したまま言っちゃっただけで、別に隠し撮りのつもりも何もなくて、意外と回ってない方がいいこと言ったりするんだ今いい話でしたね、はめたな、総長、総統の魅力出たりするんで、総長はめただろうっていう風に言ってしまう方が、
その地元の協賛最大公約数を取りやすいっていうところが僕は掛け違いだと思うんです。応援する方もさ、浦和レッズみたいに、いや、そうそう、はいはい、それは面白いですね、花屋敷ね、はい、味のあるね、なんていうのか、こじんまりした魅力、居心地がいいとかっていうのを、でも外がおっしゃる、まあ、もう本当その通りだと思いますね。身の丈に合ったものを文化にしていこうっていう、でもそれはやっぱり内側からはなかなか見えないんでしょうね。イメージ的にそれを押したときにゆっくり避けていくんじゃないか、さって鮮血に染まるんじゃないか、そのイメージでやめました。いや盛り上がってます、フットボールリーグ第3週なんですけど、すいません、待ってますか。待ってます。はいはい。まあこれはあの今のところ大丈夫ですね。ライト総長であります。夫の参謀長である。なでしこ勝利です。目勝利です。六総統である。非常に実りある、やっぱり。やっぱこのレベルが合うと楽しい、ね、楽しいですね。で、あの目勝利が、はい、なんかアバンティみたいな。かの有名な。かの有名。いや正確に言うとちょっと違うんです、ね。下品なアバンティ。あれあれ、こちらにいらっしゃるのはロック総統だ。今日はどのようなお客様と、カランカランカランみたいな、ちょっと小耳を立ててみようみたいなね。偶然そうなってるんですかね。小耳立てたら下品だった。あんなおしゃれな話してないですけどね。本当ね。まあでもアバンティも本当に飲んでないですからね、多分。多分。ダメですからね、このアルコール入れながらこんな取ったら。そうなの。はい、でサントリーがスポンサーだったからグビグビいってんじゃないのあれは。どうなんですかね、ちょっとわかんないですけど、うちらもキリンつけっか、勝手に無理ですし、そう思うなら発言に注意ですよ。わかりました、今日から改めて何にも面白くなくなります。そうか、本当の素敵なところは俺こびるぞ、プロクオリティのことを言うにもかかわらず、プロがプロのリングでは絶対できない発言を平気でするから相当の価値があるわけで、なるほどね、だからテレビ番組とか出ないんですもんね。出ない。出ない。出たらちょっと生蔵になったなって言われます、ね。そうそう。まあ新しい僕はメディアの魅力だと思って、独立メディアの時代に世界に響かせるすごい刀だと。普通トークをここまで学んだらプロになってお金を稼ぎたいと思うと思うんですよ。こんだけ情報量持ってて、その人が。何にも得にならない、それはそうですよね、悪口言うんだから。お前、上げてんの下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 げてんのでもいや、だから前ね、はい、その J2 のイベントを出させてた時に、もう、間髪入れられない、もうなんかもう、はい、口が挟めないぐらい面白くて、砂かぶりで見させていただいた喜びみたいなのが先立っちゃって、めちゃめちゃ面白い。横だよ。真横。真横の方に砂かぶりって与えちゃダメだよね。そうだよ。面白すぎて、聞いちゃった。終了みたいな感じだと思います。私もその、初めて、僕はもう、この、見まして、行かせていただいた時に、あ、この人面白い。うん、他にも何か言ったんですけど、僕だっけです、この人が素晴らしいっていうことに、なんか芸人ってそういうの芸人とちょっと違うなって思うんですけど、僕はこの人が一番芸人だと思います。後にこの人が元芸人だったことを知るんですけど、この人が多分今の現代の芸人さんなんだなと思って、ただね、こういうのと付き合ってるから金になんないんだよ。金を生み出せない。いや、ね、金になんないんです。なんない。勉強になりますから、勉強というか、なんか単純に楽しいです。でね、今ちょっとハーフタイムで話してたんだけど、はい、せっかくだから、女子のワールドカップについてのちょっと思い出を話そう。ちょうど旬ですもんね、このオンエアの時に。まさにカナダワールドカップ始まってます。今度カナダ。カナダ。カナダのですな。カナダだよな。寒くないんですか？カナリアンはモントリオールとか、うん、オタワとか、うん、ケベックとか、はい、そんなバンクーバーとか、バンクーバーとか、はい、カナダは、まあ、アメリカの上で北半球だから、あれブラジルとは違って季節は、ああそうです、はいはい、そうですね、はい、ただ時差はありますよね、あります、ブラジル並みに、はい、去年のブラジルワールドカップね、我々時差に苦しみ、あれなんとかならんかね、大変だったね、それはもう
アメリカ大陸南北どっちもそうですけど、94年のアメリカ大会だって大変だったじゃないですか。あれはもうちょっとちょっと生産性下がったと思いますよ、この国。そうそうそう、ちょっと GDP 下がるよね。仕事の能率的にね。確かに西コリはさ、全仏出てるだけでもう GDP 下がる気がする。やる気ない、みんな道を。そうそう、4年前のワールドカップはどこ、場所はドイツ、ドイツです。ドイツ、はいはい、ドイツはまだまだね、ヨーロッパの時間で。そうでしたっけ。あの決勝の日、あのなでしこの決勝の日って延長まで行って、うん、アメリカ戦、はいはい、朝のそうそう日本時間の朝の7時ぐらいまでやったけど、そうそう、海の日でしたか。7月17、18ですよ、日本時間って18ですよね。あの日3連休ですよ、さ日本は3連休でさ、こ、うん、れもう翌日祝日でよかったと思って、PK に入った途端、行ってきますっつって。え、その仕事だったの？そうそう。あ、そう。出てきた、ね、ような記憶があって、うん、あの、もう、それこそ、PK 戦をツイートで見ながら、うん、とか言って、とか言って。なんかあの、サッカー版あるあるだと思うんですけど、ああいう時こすほど、ガラケー欲しくなる日ないですよね。あの、テレビが見れない、ワンセグ見れないことを呪いますよね、代表戦の人。それは iPhone だからでしょ。今、Android 見れるよ。嘘でしょ。そうだ、見れます、見ます。外に撮るって、はい、何言ってるの。本当知らなかった。そうなんですか。そうだよ。Android ってそんなすごいんですか。iPhone だけで見れる。いや、iPhone もアプリによっては見れますよ。テレビ見れるアプリあるんですか。あのうちのデッキと連動させたりするとそのまま見れますよ。ワンセグっていうのが普通に入ってるんですね。はい、Android には。標準で。これサッカーファンはじゃあ iPhone じゃダメですね、これね。スティーブ・ジョブズサッカー好きじゃないんですよ、多分ね。多分ね。そうだ、多分そうだと思う。あ、アメリカじゃテレビ見れない。そう、見れる。あ、そうですか。今なんか誰もついてこないなと思って。その4年前のドイツも多少時差に苦しいんだけど、今回のカナダも結構時差には苦しむなとちょっと今から思うけど、ああそうか、でもワールドチャンピオンとして迎えるワールドカップ、はいはい、それはもうこんな経験って多分ないかもね。ワールドチャンピオンとして迎える大会って、ね、あの監督の佐々木さんもおっしゃってましたよね。こうね、連覇とかワールドカップのチャンピオンとして日本みたいな感じでね、うんうん、だからディフェンディングチャンピオンでワールドカップを迎えるのはこれが最初で、だからある意味最後ですね、一番最初なわけですから。だから次2回目3回目、まあ、2度目3度目ですけど、うんうん、最初はこれだけなんで。確かにそうか、この瞬間だけなんですよ、はい、この大会だけで。メンバーが4年前とそんなに変わってないんじゃないかなという、まあ、印象ですけど、相当の印象。なんか4年前の方からこう成長してねえ感が、そのまま年が4歳上がったみたいな、停滞しちゃってる。でもやっぱ停滞っていうか、あれもそうですよね、やっぱ結果出しちゃった世代ってずらしにくいですよね、あの世界でも。そうですよね。そうですね、そこはもう本当にたらればで難しいところで、じゃあロンドン五輪が翌年ね、ワールドカップやって、でそこで一回潰して監督変えて、もう一回作り直して8年計画で目指すっていうのが、なかなかそれはね、踏み切るのはね、すごいすごい難しいところあったと思うんですね。監督が変わってないし、これね、何でもそうですけど、結果を出したものを変えていくっていうの難しい。そうですよね。いいね。まあ僕世を借りをし、世の世を借りの姿の、世を忍ぶ借りの姿の、どうしたんですか。お疲れですからね。そうそう、今日面白かった。それであの車を作ってる時とか、はい、例えばフィットで言うと、はい、初期型のフィットが爆発的に売れたんだよ。うん、すごい、もうホンダを救ったんですよ、ちょっと停滞してる時を、はい、そうするとその初期型のフィットをこう変えるタイミングと、はい、2型に変えるタイミングと、どこまでそのフィットを踏んでいいのか、はい、売れてない車だったら大きくモデルチェンジすればいいんですけど、うん、このフィットを残しつつ、はい、新しいフィットに変えていくっていう、この難しいですよね。芸人さんのネタも一緒なんですよ、ね、そこも一緒なんですね。一個それでテレビに出る、有名になる、それを求められる、期待される、でもこっちは新しいもの出していかないと終わっていく、分かってる、でも求められる、言ったらあれじゃない、あれやってください言われる、一方では早い人にはあれだけだなって言われる、そこの新陳代謝がいくね。難しい。妖怪ウォッチも子供いるんで、妖怪ウォッチの主題歌上手なんです、サビだけ変えないんですよ。ゲーラボっていうのだけリミックスでちょっとずつ入れ替えながら、曲は季節に合わせて変えていくんですよ。あれだからもう本当踊るポンポコリンができなかったことを反省を生かして全部。なるほど、はい、じゃあこう
季節によって選手変えていくって思う。直で平行移動はできない。ダメ。俺がノリオだったらそうするけど、ね。ダメではない。勝負の世界。あ、勝負の世界。でもそれはどう思う？今回のそのメンバー、メンバー。いや、見てる側とすれば、僕は結構安心する。え、もう沢さん、三山さん。うん。これ結構ね、過激なことを言うんだけど、うん、結構保守。そう、結構保守。一回左側に行って、これはがっかりです。最終的に中道保守。これはがっかりです。結構ね、保守な、あんまり変化好まない。アバンギャルドです。なんかがっかりです。大野さんもいるし、そうですね、かなりガチなね、4年前。そうですね。絶対安心できそうなメンバー。はいキーパーがさ、進撃の巨人みたいな。進撃の巨人みたいな。もう女性に向かって。でも、すごいですね。カップをすげえ上げてましたもんね。出てない時にね。すごい高らかと。で187のキーパーって。彼女は名前なんていうの？男や。山根。山根さん。山根エリン。あの人に言ってね。あれだっけ？ジェフ。あ、ジェフ。ジェフレディス。はいはい、そうそう。人がいるとなんかワールド感があるようなですよね。そうですね。ヨーロッパ、ね、ヨーロッパとこう競り負けてない感じが、はい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 、まあ、前の福本さんの方が俊敏な日本人っぽいキーパーな感じはするけど、ワンダっぽくていいですよね。あれがこうドーンっていると、はい、すごいキャプテン翼の高橋先生だったら、もう全然枠から飛び出るような感じですね。まさに、大豪院ジャッキが最初出てきたんですよ。2号生を。そうそう。桃太郎、間違いない。そうそう。で、まあ、彼女が豪快にもう本当にドイツ人とかのね、ちっちゃい女の子に豪快にかわされるとか見たいですもんね。中西太一くんがバーってなってこう翼くんにかわされた時に好きなね、キャプテン翼。絵的にね。絵的にね。はい、そういうのはエンターテインメントはやっぱ拡散ですから。北斗の拳みたいな描写がいいよね。そうか、不動みたいな感じ。ライト層ですから。絵的に。絵的にやっぱり。いいよね、いいなっていうのが欲しいです。だからこう、だからあの子ですよ、なんでしたっけ、浦和レッズの美少女の子、猶本選手。猶本選手、猶本選手入ってるんですか。入ってないですね。彼女をベンチでもいいから入れないと、うん、ライト層的には嘘でも嘘でもで、どうせテレビ局抜くんだから。田中陽子とかと並べてほしいよ。そうですね。田中陽子さんも綺麗ですけど、やっぱり猶本さんのクオリティは多分もう向こう20年出てこないと思いますよ。なるほど、こうも投資。可愛くないですか、でも。まあ、俺は。そうですね、まあ、ちょっと、そう。なんていうか、一番好きな歴代の選手、女性の。大竹さん。ちょっとね。川澄が10年後ぐらい。石井さん、正直言って、この回かなり面白いです。ちょっと想像しながらね、これちょっとまたいいね、なんか近いね、相当面白い、ね、10年後これが下品なアバンティだ。いわゆるあれでしょ、下品なアバンティ、こうさ、ほら今和牛で美味しいとか言うけど、さらにそれを熟成した美味しいっていうのが相当感じたってことでしょ。さすが2、ね、俺ぐらいさ、分かグルメになるとやっぱ寝かした方がいい。寝かすっていうね、猶本さん可愛いですねっていうことが多分フットボールのためなんですよ。ちょっと多くの人をね、パイを呼んでくる。そうそうの言ってることが、いわゆるもう国民の8割ですよ。そうですよね。この人言ってることは本当にマニアックだけど、実はでも結構通な、そうですね、そこもいいよね、説得力があります、確かに説得力あるか、やっぱでもある種ガチなんですね。だからそこって芸能界だったら贔屓されるわけですよ、絶対あの子って、うん、力がない、歌下手だろうがダンス踊れない方が、うん、あの子は絶対に、ちょっと言い方悪いけど、まあ、キャラに入るわけです。寄せパンダ的な、ね、はい、メディアの注目度っていう狙いみたいなのをね、監督は入れない。他の業界だったらまああるかもしれないけど、うん、サッカーの世界では一時は入れてたわけだから、別にピュッて入れても文句言われないレベルの実力あるわけじゃないですか。あえて外したっていうところにやっぱりね、だからそこがこうモデルチェンジできないジレンマなのよ。ああ、そういうとこもあります。それはまあそれはもしかしたらなでしこ勝利が言いづらい、はい、トークになっちゃうかもしれないので、もうサボジョが先にはバックダウン言っちゃいますけど、はい、4年前の時もベレーザのあ、荒川、荒川じゃない、その美少女の岩渕、
ラブチ、マナさん、ラブチさんが、はいはい、これ総長厳しかったら P 入れていいっす。はい。あの野田さんに聞いたんですよ。ワールドカップロンドンの時の。はい。あの時彼女すごいナーバスになってて、うん、クラブチームでも取材から何から全部 NG を出した、うんうんうん、はいはい、つまり彼女に対するサッカー選手としての注目よりも彼女のやっぱ見た目の可愛さとかそのアイドル的なメディアが一番そこをやりたいっていうところが殺到してたから、はい、彼女がそれで本当にメディア嫌いになっちゃって、もう一切人前にも出たくないし、そのサッカーで注目されること自体もすごく嫌だって、そのちょっとこう中に入っちゃって、その野田さんがあえてそれをこうずっと、まあ、当時ベルゼの監督だったから、うん、結構遮ってで、そのままそのあのワールドカップやロンドンってあの時期に行ってて、で彼女それで本当にコンディション悪くしてて、だからその多分パフォーマンス的にもあんま良くなかったっていう話をしてて、 でやっぱそういう、まあ、シビアに言えばアスリートが自分のその可愛さ見た目でこう注目されることに対するそのなんか精神的な負荷っていうのが、裏口の例ですけどね、負荷が高かったんだなとは思って、ね、だから先ほどのその今レッツだった選手でしょ、名本さん、名本さん、多分そういうのはあるんですか、ね、協会選ぶ側も少しかちょっと考えするんじゃないかなと思うんです、いやでもちょっとあの子は自分が可愛いの分かってると思いますよそこを育ててきての今あそこに到達してるんだと思いますよ、私なんか可愛くないって言ったらぶっ飛ばすけどね、お前可愛いに決まってるんだろう、田中陽子さんちょっと分かってない感じですけどそこ魅力ですよね、なんかあの勘違いたまに、そうですね、勘違いが素敵、本当にサッカーバカみたいないい意味のね可愛さはありますよね、田中さんってたまに久しくって家に晩ご飯食べに行く、あら、そうなんですか、だからでも、はい、本人は本当になんか本当に純粋サッカー好きで、なんかずっと来ちゃってるんでね、本当の戦いはこれからですよね、そので本人はもう東京五輪がターゲットですっていうのをずっと今も、今いくつなんでしたっけ、21歳、今年22になる年です、え、田中さんはメンバー入ってる、はい、この代表は入ってないです、入ってないです、はい、呼ばれてないですよね、そうですね、代表そのもの呼ばれてない、2部でやられてるんですか、そうですね、野島ステラ、神奈川、相模原は2部ですね、野島に移籍したんです、そうですね、結構その一流どころが2部でやるっていう現象が、彼女はやっぱり僕ちょっと本当にアスリートだと思います、うん、あえて自分でアイナックから出るっていう決断を21歳でするっていうのは相当厳しい判断を、だから理想が高いっていうか、あれはすごいなと思いますね、だから将来ある意味そのいろんなプロセスあったとしてもやっぱり東京五輪でピッチに立って真ん中で活躍するだろうなとは思います、本人には甘やかすことも言いませんけど、甘やかすから言いませんけどってお父さんみたいな、お父さんいやいやいや、なんかちょっとまあいろいろ頼まれてるところもあるんで、はい、でやっぱりあの私がいなくても上昇のチームにいるよりかっていうのを選んだ可能性があると思う、常に自分と相対してる、見つめてるからできる決断ですよね、でもやっぱそれできないとアスリートとしてやっぱりね、こう上に行けないんですよね、そうなんです、サー選手もそうだし、大銀もそうだし、川澄なんかもああ見えても僕は笑顔のエゴイストって呼んでるんですけど、一番勝利に飢えてるのは彼女だと思うんですよ、大木るストイックなんで、プライベートは、だからあの結果が出せる、でも女子のサッカーの、ね、代表選手になるクオリティの選手、多分みんなストイックでしょ、女子でストイックっていうのは、男子で言ってたら、ほら、そのモテる自分とか。お金持ちで遊べる自分とかお酒とかそういうのをしてとかっていうあれですけど、女子のストイックっていうのはあれですか、ある種根気を諦めてとか、宮本、いや、たまっちゃったインタビューした時に、ボーシでインタビューした時に、もう最終的に出た言葉は、私女かけてますからって言葉が出たんで、全部投げ打って女子サッカーの発展に、あと、ね、その身を捧げるじゃないですか、そういうことですよね、心を身を捧げてるっていう人がいますね、いわゆる一般のね、日本社会にいる、ね、女性、まあ、例えば OL、まあ、学生含めたような生き方、過ごし方っていうのはもうある種そこも断ち切って、そう思います、サッカーのために、はい、だからそう思うんですけど、ただこれからはね、彼女たちの発信を考えたときに、同じ年代の女性のなんていうかな、
共感を得るような、はい、発信しないと、はい、もう女子サッカーって伸びないと思うんですよ。それはね、ちょっと自戒を込めて思ってます。その分析をするとそこで一流な人がちゃんと人間として幸せになってるという前提があるほうが、ロールモデルも成功してる、はい、でなんていうかな、そういういろんな恋愛とかいろんなところも成功しているっていう発信しないと、はい、これからも増えないかなっていうのは、はい、すごい思いますよ。だってあれですもんね、ある種中田が海外でモデルと遊び行ってみたいなことに憧れてサッカー頑張る子もいるわけですもん、男を言ったら。そうか、変な話。そうじゃないですか。なんですか、遊び行ったロンドンオリンピック。どうっていうのどういうことですか。そうじゃ、昔いじってたからさ、ちょっと人間の黒さ出ちゃいますけど、いいですか、ちょっと2分間ぐらいいいですけど、どうぞ。あのさんがオリンピック期間中にブログを書いたんです。それは最後の試合の前の日に、その日に結婚を発表したんですよ。ずっと付き合ってるその日にですよ、その遠征先で、なんで今のタイミングって私は思ったんですけど、すぐ答えパン出まして、彼女は分かってる、さすが女だと、はい、私の旬は今日までだと、ここでずっと長く付き合ってた、彼氏に鎖をかけちゃおうと、ここから私を振ったらあなたは人間として最低ですよっていう、だからありがとうねっていうのを試合前に言うわけです。ですぐ帰ってきて結婚するわけです。その翌日が、はい、あれでしょ、その、はい、まさに決戦の日の前日にわざわざブログに日本中が注目してるその日に、はいはいはい、アスリートはそんなこと考えないですよね。決戦の前の日にもう女だったわけですよ、その夜は。その瞬間だけはね、大切な決めですよね。そう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 、そうですよね、はい。そこでも面白いですね。だからそこの、いや、僕やらしい目線が働いてました今と思って、自己、いや、セルフプロデュース力、女性のアスリートとしてのそのアスリートでもあり、その女でもあるっていうそのプロデュース、はい、表現発信力がね、すげえとか、彼氏だからだったらもう無理です。あ、もうこいつと別れれない、別れたらもう日本中を敵に回してしまう、ここで触れないわみたいな、はい、これあれかもわかんないよ、もしかしたら。いや、オリンピック後だったら、そんなそのブログがそんなに注目されることはないし、半分の批判で済んだかもしれない。今日これ書かれたら俺っていう。今度でもただ愛し合ってたと思いますよ。シャワーもあの決勝の時に、はい、大切な君へってもしかしたら出すかもしれないよ。シャワーお前がそれがスタンダードになってる。そう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 。でもそんなことない。なでしこ少尉のこれからの提言、提案としては女性の、ね、サッカー選手もアスリートも少し同世代の女性、そう、同世代の女性に共感共有をなんか生む表現、どっちも取れる方法があるんだぞっていうのを英子さんに学んでほしいですよね。うんうん、そうだね。まずね、まず、あと伊達さんとかね。そうですね。はい。他の、ね、他の競技のアスリート、女性アスリート結構いるから、セルフプロデュース高いねっていう人ね。いや、でもこれはね、もう女性もそうだし、男子もそうなんだけど、まあ、一流のその、なんていうの、そのプロ選手だけじゃなくて、我々が応援しているような J3、JFL のアマチュア選手としても、どのキャリアで自分がそのそこ今、サッカーをやってるのかっていう、このキャリアの途中っていうものを、やっぱ全体を俯瞰にして見れるっていうことは大事かもしれませんよ。特にあのプレーしてる時は、もうドリブルのことしか考えてねえし、パスのことしか考えてねえし、下の女のことしか考えてねえし、本当に日に日にしか考えてないんじゃない、はい、もう本当に土曜の夜に日曜の試合後の飲み会しか誘ってこないと思いますからね。役者試合ですよね。土曜の夜人数足りないんですけどみたいな、その集中力、飲み会をモチベーションに走ってる方がいますけどね。手入れたりしますからね。まあ、あの三本町ももうあえて名前は出せないけど、そういうがいくつも思い浮かぶけどね。はい、横で聞いててお前さーって思う瞬間ありましたね。基本ほらやっぱあのアスリートってスポーツバカだからさ、キャリアでちょっとずれちゃったけど、キャリアの話でずれちゃったけど、やっぱ幸せになってるし、セカンドキャリアも含めですよね。辞めた後も幸せになってるとか。それで、あの緊急提言、ここ今ナビスコ、あ、ナビスコだね。何言ってんだよ。ナデシコをあの見た人たちで、はい、ワールドカップ2回見てるんですよ。ワールドカップ、女子ワールドカップ2回、ロンドン五輪、はい、現地でってことですか。あら、すごい。で、僕北京オリンピックの女子ナデシコ見てるんです。あ、そうですか。北京でアメリカ対、アメリカ対日本見てる。
ワンバックと澤穂まれがガツガツやってます。はいはい、すごい。2004年、8年か、8ですね。12年。僕は2007の中国での女子ワールドカップと2011の前回の決勝戦。結構なでしこフリークでもあり、まあ、僕は偶然だったんですけど、僕でもあれですよ、あの小学1年生の時の担任の先生、手塚先生っつって、手塚貴子さんのマジっすか、お母さん栃木ですもんね。はい、うちの娘がテレビでリフティングするから見てねって言われて、1年生の時テレビ見たら夕方の番組で貴子さんが高校生でリフティングしてた。栃木って意外と女子サッカーの選手出してるんですね。なんかそういうくだりは偶然ですか。最近また今度お会いする約束をして、もう会ったことないんですけどね。やっぱり指導者として栃木県は優秀なのね。原博わかんないです、全然わかんないです。でもなんかね、女子サッカー高校さんが、はい、じゃあそのお母さんに習った。うん、お母さんはただの国語の、国語とか学校の先生です。国語の先生だ。国語っていうか小学校の先生。体育の先生じゃないんだ。小学校ですか、全教科です。あ、そうかそうか。おばちゃんです。おばちゃんはいいよ。じゃその世界大会を見た、経験した3人の何か、だからこう研究提言的な話題を、この試合ではこう思ったとか、この試合ではこう思ったとか、まさに今、カナダワールドカップ開催中なんでね、なんか世界大会とか。あ、そうですね、僕、前回のドイツ大会の決勝戦見に行ったんですけど、決勝戦、すごく面白かったなと思ってるのは、決勝兵団、どことどこ、日本とドイツ、あ、アメリカ、日本とアメリカ、日本、アメリカ、ドイツで行われたワールドカップですけども。あの試合始まった頃はなでしこジャパンはドイツ人の観客からブーイングされてたんですよね。これなぜかっていうと、アメリカ女子代表のプレッシャーがきつくて、なかなかパスを前に運べなくて、後ろでボールを回してたんですよ。試合の展開でつまらないぞと、試合に対してブーイングだ。さすがドイツだね。ドイツ人もね。そうなんです。当時なでしこジャパンはドイツでもその女子のバルセロナみたいな報道のされ方をしていて、期待が大きかった、非常に面白いと。ところが全然攻めないので、もうずっとブーイングをされていて、それが途中からなでしこジャパンが攻め始めて大歓声を受けて、最後には PK 戦の時にアメリカ女子代表が蹴る時にブーイングが起きるんですよ。この展開がすごく面白かったですね。やっぱり観衆の気持ちがこう時間の経過とともに変わり様がもう、そうなんですよ。で最後なでしこジャパンが優勝した時によかったねと、みんながその場にいた日本人に対して祝福をしてくれるっていう展開だったんですね。それぐらいドイツ人の心も動かしたなでしこジャパン。それはテレビで見てたら分かんないですね。これは良かったですね。はあ、サッカーの質で、こうブーイングが来るっていうところが、やっぱりこういい感じですね。さすがドイツですね。僕が見に行った北京オリンピック の、あのアメリカ対日本、も同じカードだけど、その時は、あのあれですよ、うちの女房が、ごめん女房って言ったクレオパトラが設定がありますね。ちょっとお付き合いいただいて、クレオパトラが、あの北京オリンピック の、 あの観戦ツアーを当てたんです。9時で HIS とかそういうの、すごい、なんだっけな、どこの9時で、さすがですね。それで、あの、女子レスリングと女子マラソンを見に行くのは決まってたんだけど、3日目はフリーだったね。万里の頂上に行ってもいいし、あのなんか他の競技も見てもいいけど、それはチケットついてませんよっていうから。で僕ら行った時にはその女子がまだその酸欠なのね、その北京オリンピック、でどういうあの、まあ、組み合わせは分かんない、組み合わせが分かんないからチケットも買いようもなかったし、したら現地に着いたらどうも酸欠に日本が来たらしいっていう話があって、でパッて見たらホテルから近かったんですよ、電車で行ける距離だったので、試合会場近い、そう、はい、じゃとりあえず行ってみようか、はい、チケットは行けばなんとかなんだろうっていう、あの突撃精神で行ったら、あの中国人 の、 あの人たちがなんかそもそもが中国が上がってくる予定のだったのに、でも中国がそこで負けちゃって、で日本対アメリカ信じて勝ってるチケットが余っちゃった、余っちゃった、すげえなんかもう売る人がもう人だかり、俺が売ろうかなっていう
なんかこう素振りをしただけでもうチケットが俺の前にグワーって出てくる。あるからあるから買え買えと。そうそうそう。っていう話して、いくらだいくらだって言ったら、ほらほらって数字で書いてくる。引き合戦だ。書いてくるから、あもうそれじゃ買わねえとか言って、あの俺も一応そういうところで生きている人だから買わねえとか言ったら、こう追いつかってこれでいいよって。交渉ね。交渉で言って、あじゃあこれで買うわって言ったら。解放人民軍の人たちがこうやって腕組みして見てるわけよ。その警察官みたいな。警察官軍の方が。軍が。そしたら、あべえ、俺ここでパクられるよ、パクられるよって、うちの女房が、またパクられるって言うところが、お前育ち悪いだろって思っちゃうんだけど。まあいいじゃないね。路上でダビア行為やってるんだもんね。パクられるよ、パクられるよ。大丈夫だ、大丈夫だって金払って、入ったら、もうね、周りが、超中国のところに2人だけ、すいません、日本人で申し訳ないです。そうか、中国人の方がもともと買ってる席だから。買ってる席だから。すいませんって、そう。それで、僕、日本人の魂見せなきゃと思ってて、加トちゃんのズラと、ちょびひげと、メガネをつけて。あなたもちょびひげですね。僕もほら、伝統的な笑いを。そうなんですよ。ちょびひげつけた時のその芸人整理のなんか、自分の面白さって、耐えがたいですよね。俺もね、加トちゃんだみたいな感じで。チャップリンに始まってますから。そうだよ。それで、そこで2人でこうやって見てたら、なんかこう前半は11だか0110かなんかまあ拮抗試合が来て結構もう日本がボールを持った瞬間にもう中国からブーイング、アメリカが攻め、日本が嫌いだからでしょ。そうそうそう、日本が嫌いだからブーイング、ちょうど反日のね。そう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 、それでもう拍手が起きるのはアメリカが攻めてる時に拍手、お前らそんなにアメリカ好きじゃなかっただろうって僕はどっかで思ってたけど、日本と比べたらやっぱりアメリカの方がちょっと好きなんだなっていう、消去法で人を愛すんですか、そうって思っててこうやってたんだけど、まあ最後、まあ、ハーフタイムの時に日本って2人でやったんですよ、クレオパトラと総統が。そしたら共同通信の記者が結構やばい雰囲気なんで、こっちで応援しませんかって言って、ちょっと日本人が3人ぐらいいるようなところに共同通信の人がこう映してくれたわけ、はいはいはい、お二人は、うん、でチケットの件が、あ違うけど大丈夫ですよ、もうこんな状態ですか、もうぐちゃぐちゃなの、もう自由席ですか、そもそも買ったチケットでこの席だけどっていうところにも中国人が堂々と座ってたからね、そもそも守ってねえから、それで、いやここ俺の席だけどって言ったら、はぁみたいな顔されて、まあ、ずっとブーイングなんでしょ、そう、加藤ちゃんペの格好してる、そうそうそう、あなたの周りに、で場所変えようと、で共同通信のところに行って、はいはい、で6人ぐらいで日本コールをしてたら、ふって周り見たら、もうずらーっと解放人民軍に取り囲まれてんの、もう暴動が起こったらいけないと思って、これが超アウェーなんだと思って、守ってくれてたってことですか、守ってくれてるんだね、そう、まあ、守るというか、そのトラブルが起きないように、トラブルが起きないように人の壁を作ったの、ね、普通さ、緩衝帯があるじゃない、緩衝帯って、それが解放人民軍で緩衝帯をここなんと贅沢だいいな、ビッグバッカーだ、6人、ね、ビッグだ内閣の人みたいな、6人で守ったの、ね、結局ね、試合はね、3-1かなんかで負けたんですよ、で結局、北京オリンピック、2-1か3-1かで負けて、まあなんか良かった良かったで終わったんですけど、まあ、あのピリピリ感は結構、だってそれもね、現場にいなきゃ分かんない話ですからね、ウェンさん、ベストな感じはどういうの、あじゃあ、残る、あでもじゃあ、世界の大会で、今のそのロンドン五輪、はい、一番今回のワールドカップの近いんで言えば一番大きな大会でしたけど、そうですね、やっぱりウェンブリーで試合やったっていうのが、やっぱりそのサッカーファンにしては特別な場所なんです、ね、うんうんはい、ライトそうだから、ライト君、ウェンブリーって言った瞬間、顔がニヤニヤしちゃって、ちょっとお伝えできないのが残念ですけど、後楽園球場みたいなもんですよ、日本でいうね、ウェンブリー行ったらね、まあ、聖地ですよね、世界の聖地って言った、ナンバーグランド花月みたいな感じ、芸人でいうね、全くそう、なるほど、なるほど、
そこにやっぱりまあ準決勝と決勝がウェンブリーだったんですけど、フランス戦とアメリカ戦やって、はい、そこに日の丸が上がるっていうことが、はい、しかもガチの試合をやるっていうのは、はいはい、そんなにないじゃないですか。親善試合じゃなくて勝ち残ってウェンブリーですもんね。そうそうそう、これから長い歴史があるので、そこでまずフランスに勝って、でその次アメリカで決勝で、ウェンブリーって2試合あったんですか？2試合あった、準決勝でした。そうでした、はいはい、で個人的な体験なんです、その準決勝がフランスだったんですけど、その前に偶然ゲートで松本郁夫さんに会ったんですよ。おー、かの有名。それこそ68年ですよね、あの銅メダリストの、メキシコ五輪で、その人に大会前に会っていろいろお話を聞けて、で今からこれをなでしこが勝ったら銀メダルじゃないですか、そのシチュエーションにちょっと最初から震えてしまって、でもちろん試合も運命的なあるし、勝てばもうあとは金か銀だっていう状況ですね。それは最高のあれですね。でなんかあの大会って授賞式がみんな共通してて、セレモニーの曲があの炎のランナーのテーマ曲が流れるんですよ。バンゲリス。もうそこまでスポットです。まああの映画も大好きなんですけど、あれあのテーマ曲がもう各会場に流れて、そう。でテンション上がりますね。鳥肌ミュージックですもんね、あれ。そうですね。でまあ決勝があって、その8万人、はい、で女子のサッカーの大会っていうのは、歴代何でしたっけ、1位か2位ですね。あのアメリカで行ったワールドカップの時、そっか、ローズボール10万人ですもんね。多分ローズボール2位じゃん。じゃあ99年のワールドカップの決勝があるんですよ、中国対アメリカっていう、はい、PK まで行くんですけど、優勝した10万人、そうです、優勝した時にロッカールームにクリントンとか来た、すごい。そこもフルに、そうです、女子サッカーがねやっぱり世界的に認知された大会なんですよ、99年っていうのは。そうです、じゃあ2番目ですね。それをねやっぱりフットボールの母国のイギリス人がみんな来て応援してくれたシチュエーションが、そもそもすごすぎて、はい、そうかそうか、そうだね。舞台はロンドン、まあ、イングランド人の人が多く見に来てる、はい、でカードはアメリカ対日本、去年のオリンピックの決勝、あ、ワールドカップの決勝の対戦、はい、こうさっきをね、あのドイツの時のドイツ人のこうマインドは、はい、バルセロナのような日本女子に対する思い入れが強かったっていう選手、このロンドン五輪の時 の, そのイングランド人はアメリカの選手と日本の選手は どういう感じだったんですか？これはちょっとそうですね、64か73で日本寄りだったと思います、雰囲気としては。そうですか、はい、やっぱりなんか彼 の, そのフェアプレーのスピリットの考え方がやっぱりこう体格的にも劣る人頑張ってるっていう方にちょっと応援してるのはありましたね。とはいえアメリカの応援もありました、やっぱり同じ英語圏のっていうのもあるんで、イギリスと、ね、アメリカっていうその国の関係からするとやっぱりイギリス人も方眼びいきっていう考えがあるんだね。64か73の間ぐらいでした、はい、でもやっぱあの雰囲気の中で日本の日の丸つけた選手が戦ったっていうのは、なんていうかね、負けましたけど、ちょっとその表現が難しい雰囲気、これは深い、これはね、しみる話、もう、ね、8万人か、相当のちょびひげの話いらんかったな。そんなことはないだろ。それは面白いし、日中間の問題が出てるわけだよ。冗談ですよ。人民解放軍を引き連れた男だから、それはそれでスケールがあるかなと。いやもう三者三様のなでしこの目撃者、国際試合のね、広がる、はい、まあ、ラジオで聞いてても聞いてる人がすごくこう情景が、ね、ガッと、ね、はい、いいシーン。今年どうですかね、今回はどんなドラマがっていう期待しちゃいますよね。どれぐらいいきますかね、実力的に。まあでもこれはもうはっきり言ってしまうと、もうベスト8敗退もあればファイナリストもあるのかなと思います。組み合わせがまあ楽なのもありますけど、あれも初戦スイスに勝たないと一位抜けはできないんで、スイスが相当油断ならないなっていうのは、それは宮本さんのインタビューに言ってたんですよ。やっぱり最大の注目はスイスだなっていうのがあって、尻上がり良くなってるん でベスト8ということはブラジルなんです、順当に行くと。ブラジルも今リオ五輪に向けて500日合宿をやってて、500日合宿、年年超えちゃってるじゃないですか。結局国内組を、代表合宿ですね、代表の選手として契約して、お金も代表が払って1カ所で全部合宿するんですよ。クラブはどうなってる？クラブ辞めさせたんですよ。
でマルタみたいな海外組は海外でプレーさせたメリットあるじゃないですか、マルタ、ねマルタはい、それねポルトガルで日本語訳すると常設代表制っていうんですよ、いつも代表にいますよっていう、えそんなことやってる国とか、いやもうないです、ないです、だから彼らのゴールは、彼女たちのゴールはリオ五輪で男女とも金メダルを取る、そのための通過点がカナダなんですけど、合宿をずっとやってるんです、女子に関してはそのやり方の方が早いだろう、そうですそうです、国策ですね、もう本当国や協会が挙げてそれをやってるんで、ちょっと油断、あのね、ロンドン五輪で当たったブラジルとは違うと考えた方が、なるほど、順当にこう山の国に行くと当たるかもな、ベスト8で当たります、順当に行けば、お互い順当に行けば当たるだろうっていう、そこを超えればファイナルまで行けるかな、そこを超えたらね、そうです、行けるかなっていう、そうですそうです、もう一番最大 の, そのポイントはそこになるなって、でそれを三山さんにインタビューしたときに、まあ、とはいえ確かに熟成は前回とは違うと思うんですけど、やっぱりディフェンスに穴があるかなって言ったら、日本のですか、あブラジル の, ブラジルの、はい、そこはつけるぞって、相変わらず組織的じゃないっていうスカウティングもあるので、日本も十分勝機がある、楽しみ、すごい楽しみだ、いやそこ本当やばいと思います、はい、それこの放送が出たぐらいがベスト8始まるぐらい、もうそこに合わしますよ、この面白いのは、ね、そうだ、ここはもう、ね、もういいですよ、もう保険証なくしますよ、また使われここは一番そのタイミングで聞いてほしい、ね、はい、そこはちょっとご相談します。